0から、0から980メガバイトまでアップロードしたのは無になってしまうので、アップロードの容量が小さければ小さいのでアップロードする失敗がなくなるんです。時間も節約できますし、そう考えるとなかなかこうやって抑えるのが難しいのかなというのを考えしています。そうですね、まあ今のところという言葉が出るとこわからないんですけどね、まあ、いいですね、今のところですね、取っています。で、残りが4400メガバイトを切って4300メガバイトを切って4200メガバイトになってるんですが、約4280メガバイトなんですが、1秒ごとに 2.1 メガバイトぐらい減ってしまうので、あっという間に容量は減ってしまいます。10の位はあっという間に減ってしまうんですが、